だからやっぱ笑いって、うん、俺はすげえなと思ってあのその、うん、ピコ太郎のね、うんあの、全くその意味のない、そもナンセンスな、うん、笑いってうのは、これはやっぱ、いいなと思ったね。うんうん、あしみじみ思ったね。ねで、あの、そのアカデミー賞の話に戻るんだけど、<ー>アカデミー賞でほら、 なんかみんなトランプのこといじくったなんかしてんねで、そういうのって俺はさ、まああの、アメリカのいいとこでもあるよ。うんうん、アメリカのコメディアンのね、いいとこでもあるんだけど、まあ俺、正直言ってトランプが、うん、あの、トランプっていう,いう人が、うん、あの大統領になった時に、一番喜んでるのはアメリカのコメディアンじゃねえかなと思ったのね。うん、はははネタにしやすいからね。うんうんうん あんなの、な、何、うん、馬率を言ううかないでしょう。どんだけ落ちころうか。うんうん、あんな、要するに悪役、いないわけですから。まあ、やりやすいです。ネタにはしやすいね。で、うんうん、我々なんかもそうですけど、うん、やっぱり、あの、投票するときに、うん、あの、別に、政治家として優秀な人に投票するわけじゃなくて、俺なんかは、うんうん あの、しくじりそうなやつとか、悪いことしそうなやつに投票しますからね。自分のネタがやりやすいようにね。だから、トランプなんてまさに、あれ、もう一番簡単なんですよ、あれ、茶化すのはね。で、なんか、でも、まあ、アカデミー賞って言うのはさ、そういうのやるから面白いんだけど、我々も、私も、ワイドショーなんかで、ダイジェストでいろいろ見てたけど、ツイッターでなんか用事をったりさ、 メリストリップが、あなんだ、うん課題評価される女優がここにいますみたいなさ、その服は娘のイバンカーの服ですかとかさ、やってたね。やってて、まあ、面白いなとはね、アメリカの、なんていうの、政治をちゃかすな、相変わらず、まあ、おもいなと思ってたけども、 なんていうのかなそれが、こう、なんか、あ、いかにもいいっていうね。別に誰とは言わないけども、いかにもいいっていうさ、そういう風潮があるじゃない別に誰とは言わないけども、いや、言ってるよ。結構なんか、いや、うるせえパーが。知らねえよな、さ。で、ね。あの、日本の、まあ、それいいけどさ。で、あれ俺、でもね、アカデミー賞見ててね、 なんだよ、また相変わらずだなと思ったのと同時に、こいつら全然分かってねえなっていうのもあるんですよ。こいつらって誰のことたちですかバカどもだよ。いや、だから誰が、誰がバカだって、こいつらっていうのはそのコメディアン、言ってるコメディアン。コメディアンから、役者から何会場で笑ってる人たちから。会場で笑ってる奴らから、何から、ああやってわーっとブーつって、気持ちよくなってんだけど、言っとくけど、 あの、トランプを選んだのはお前らだから。まあまあね。俺は思うわけね。本人はその人は投票してないとは言ってもね。投票してるやつあいるかもしれないけど。で、ハリウッドのがね、相変わらずこれやってんだと。俺はもう、うんざりしたのも半分。アメリカっていつだってそうなんですよ。ああやって政治家茶化しちゃ戦争して、で、反戦映画を撮って、プラトーンだなんだ撮って、で、またやるんですよ。で、また戦争すんじゃない も相変わらずの繰り返しでお前らちっとも進歩してねえなと思った、うん、なるほどね。うん、うん。で、あそこにいる連中はみんな、僕はね、トランプ反対です。存在、かっこいいこと言ってるよ、そりゃ。うん。ああ、多様性がどうのこうの、ん。言ってるよ。だけど結局、お前らを、うん お前らの作った映画に何の効力もなかったってことだぞ。ま、証明しちゃったみたいなことですかね。いうことと、お前らの観客がみんなトランプに投票してんだよっていう、そういうことですよ。で、いまだに、だからアバターみたいなくったらね。そう急にアバター。<laughs> あの、あ、アリウッドはなんだアバターって見たか俺びっくりしたよ。まだこんなの作るのかるなんだあの、要するにネイティブのね、うん、人間が、 あのーうん、なんつの、うん、ん自分たちはもう劣ってて、文明も劣ってて、うん、原始的で、うん、野蛮で、でもそこに大切なものがあって、うん、それを壊してごめんなさいっていうさ、うん、もうそれさ、うん、アバター見た時に俺、返ったんだから、うん、アメリカとまだこの感覚、この上から目線のやつをまだ作って、うん、それを絶賛するんだって、思ったでしょ、あの、アバター見た時にね。で、 結局ね、そもそもね、あの、最初から気に入らねえんだよ、俺、アメリカって国は。で、あの、別にいいよ。いいけども、ワシントンの桜の木ってやつあるでしょワシントンは少年の時にね、本当かどうか知んないよ。桜の、お父ちゃんが大切にしていた桜の枝を折っちゃったけど、折っちゃったけども、それを自分から、自らね、反省して、 名乗り出たって言ったら怒られるどころか逆に褒められたって。そんなことあるわけねえじゃねえか。日本だったらバカ野郎も。そ、他で遊べって話じゃん。それだけなんですよ。単なるそれだけなんですよ。日本にしてみりゃ。で、それを、いいずーってやってたんアメリカは。ね。戦争をやって。反省して。反省して、反戦映画作る。 ねで、ダメですよ。申し訳ない。っつって、我々は本当はもっとこうですって。で、また戦争やる。もう、ずっとベトナム戦争の時から、あいつら負けたことないから。ベトナム戦争の時から、あの、湾岸戦争、イラン、イラク戦争、アフガン、ね全部それですよ。ずーっと進歩してねえじゃん。未だに戦争やってんだから。 アメリカって国は。それで、ハリウッドで、え、トランプくんのやつですよ、つってるけど、何言ってんだよ。アメリカ人がトランプ選んだんじゃねえか。お前らの映画の効力何だったんだって。恥じろよ、それを恥じろお前ら何そこでトランプちゃかして喜んでるそれで完結か。それでまた、トランプがダメだ、ダメだっていう映画作って、それで、作品、何 こんな映画作りましたらすごいでしょって言うのか。それでまた軍備増強して、どうせ戦争やんだろうっていう。ね。それしかないんですよ。だから、そんなものはね、簡単なんですよ、あんなものは。で、アメリカのやってるギャグなんていうものは、あんなのはね、何ガラガラ声なんだって話。 どうしたのどうしてガラガラを男子か、男子かお前はね。何でもないんですよあんなな。簡単なんですよ。別に俺たちがとは言わないよ。ただね、政治風刺がいいって言うんだったらね、日本の笑いの方がよっぽど多様性がありますよ。 見てくださいよ。だって、ピコ太郎、うん、見てくださいよ。何の意味もないじゃないですか、あんなもの。何の意味もないのに、世界中が大笑いするじゃないですか。うん、ね。この間だの R1 見てくださいよ。アキラ100%。見てくださいアキラ100%。<laughs> んね、あんなくだらないのじゃねえじゃないですか。ね、ないね。ねえー、くだらなかった、ね、どうやって隠すかってやってんですよ。うんうん、どうやってギリギリで隠して、うん、ギリ、ドキドキしたでやってんですよ。うん あんなものはナンセンス、ナンセンスですけれども、あれは結局ね、あんなのモンティ・パイソンも似たようなこと昔やってましたけども、あれ、結局、そんなことはね、解説するもんじゃないです笑いなんて自由だから。自由だから解説するもんじゃないけども、あれをですよ、要するにあそこ、局部を映しちゃいけないってことが、放送にあるわけだよね。 それを映すか映さないかで、茶化してるわけですよ。うん、そこの放送の部分っていうのを。ね。つまりは、それで、えー、結局映せなくてよかったねっつってやってるわけですよ。それは、 あれを本気で真面目にやってんのがろくでなし子ですよ。あんなもん、笑いも何にもしねえ、あんなもん。芸術でも何でもない、あんなもん。それを芸術だって言えはんお笑い芸人違うよ。あれをゴールデンのど真ん中でやって、ちンチん映るか映らないかでやって、みんなでゲラゲラ笑ってるんだよ。 それは日本人の客のレベルが高いってことなんですよ。逆に高い。低ありが客のレベルが高いんですよ。ブルゾン、アケミだって。アケミね。明美だよ、あいつ。まあいい、アケミで。ブルゾン、アケミだってね。横山、ナツコだってね。横沢ね、横沢。ナツコだって、あの、キャリアウーマンで、なんて、あるでしょ。あれは何を笑ってるかって言ったら、結局、ああいう、 ね、かっこつけてる。だから、その、しもしももそうですよ。あの、何ひら野のら。ひらのらなんかも、いわゆる自分たちのバブル時代に、こんなにバカだったんだぜっていう、自虐ですよ。言ってみりゃね。で、ブルゾン、明美だってそうですあんなの、あそこにいる客みんな女の子です OL だっていっぱいいるでしょ。身近にいんだよ、あんなの。で、要するに、 あいつ、あいつらを笑わせてって、すごいことなんですよ、あのネタで。つまり、自分たちのこのと笑ってって、それを笑う、日本人の客のレベルの高さですよ。俺だなんか、世治の、茶化してやったって、んなものはね、別に何でもないんですよ。あの、要するに、なんだって、我々、日本のお笑いのネタってのは、全部が世相反映してます。全部が世相、 うん、くだらないことだろうが、なんだろうが。うん、だって、あの RG のトランプの真似なんか、あんなのお前さ、政治批判じゃないかって言うかもしれないけど、うんうん、あれ、あれほどのトランプのちゃかし方ないです、うんうんうん、いよね。だって、 あんな乱暴な物真似ないでしょ。ない、雑だったもんね。雑だろ。雑だね。トランプなんてものは、あんな、あの程度の雑のマネでいいってことだ。そういうことだね。そういうことなんですよ。それを笑ってんですよ、みんな。そう。よっぽど上等って、もしね、政治を風刺するネタが見たけらいっぱいいますよ、ほんなな地下にいます。 で、我々も若手の頃は放送禁止ライブだてこんな奴は出てこれないですよ。でも、そういう奴らのところのライブに行きゃいい。いくらでもやってますよ。笑えねネタをね。いくらでもやってるし、もっとライトなのがね、見たけりゃ、新聞のなんか表層切り抜いたようなの。なんかやって新聞みたいな。新聞みたいなつやね。な、なんか、いるよ。文化人がこりゃいいってい、いかにも言う。 せえなんてい,、えー、<laughs> いうのやってますよ、いくらでも、日本の笑いっていうのは、いくらでも、いろんな角度で、やるんですよ、やるんです、別にそんなのはね、あのー、直接的に、安倍さんがどうだ、うん、そん、ね、なことやって、っダサいことやってるのは俺らぐらい,いで、俺らだって女子高生がどうだ、何度かどうだ、それ全部変換して、うん 直接そう言わずにテレビに載っけてんですよ。で、それを、要するにみんなやっててね。で、いわゆるそのギャグがね、あの、日本人のギャグって言あの、あれだって言うけども、日本、あの、お笑い、コメディアンだけじゃないんですよ、アメリカっていうのは。実はスピーチするときに、医者だろうが、弁護士だろうが、学者だろうが、ノーベル賞だろうが、 みんな、あれをやるのが文化なの。要するに、なんか、必ずスピーチの時にね、ギャグを入れる。必ずギャグ作家って言いいんですよ。そこから金払って、売って、アメリカンジョークなんかクソ面白いかもな。あんなものをさ、ね、300円かなんかでさ、買ってさ、やって、やって、それで、うーなんつってんですよ。 だったらね、それ多分ね、あの、例えば学者でも、農家学者みたいな人だったら、多分ね、そりゃあの、そうですよ。あれ、そんだけグやりたかったら、別にコメディアンだけの問題じゃないですよ。あれ、アメリカと日本の違いで、文化の違いでね。ほいで、日本人ツアはね、昔からそういうことはね、あの、向こうは、 つまんなきゃブーイングするでしょ。こっちは違うよ。弾くだけだ。こっちの方が辛いんだから。どんだけ厳しいか、芸人に。ほいで、あの、だからそういうんだったら、そういうこと言いたいんだったら、自分が逆サッカーから、逆サッカーに金払って、スピーチライターでも何でも、大統領だってスピーチライターついてるぐらいなもんですからね。だから、 あの、ツイッターライターでも何でもつければいいんだよ。つければいいんだよ。それで、ギャグでも言えばいいんだよ。で、大統領だって必ず、パーティーの時にはこういうギャグを言うと、ギャグ作家とスピーチライターつくんですよ。トランプにだとついてますよ、スピーチライター。ただ、ね、そう、トランプの場合は、その、政策とね、政策のライターと、ギャグのライターといて、 トランプの場合は発注を、その政策をギャグライターに頼んじゃったって、うん。違うよね。<laughs> なんだそのアメリカンジョークみたいなやつ。<laughs> おめえが言ってるそのアメリカンジョーク的なやつ。間違えたようだね。<laughs> とかんじゃねえんだよ。<laughs> その程度のもんですよ。<laughs> いやでも本当に、ねえ。 日本の笑いは面白いなと思うよね。いや、もう全然全体が違うよね。多様性が、もう、あですから。そうなんだよな。オワコンとか言ってんじゃねって話なんで。知らねえけどさ、そんなのはいいけども、ね。だそういう意味では、もう、あの、なんていうのかな。コメディアンの問題じゃないんですよ。彼が言ってんのはね。一般の人も、ですよ。だから、それは別に、 あの、レベルが低いとか、そういうもんじゃないんですよ。うん。うん。全然違う。ね。ねね